さあ、その正木と対決するのは左の小川か右の大迫か。三強の一角、小川が登場してきました。右側です。左側の方は大迫。重量級と重量級だけですね。そうですね。大迫は90キロ、一方の小川直也の方は130キロ、193センチ。ご覧のように軽々と相手の奥襟を取ります。身長が177センチと193センチですからね、はい、払い腰に行きますが待て。1回戦初戦が優勢勝ち、そしてその後及川を小外掛けで鮮やかに破りましたが、これが3回目の試合になります。小川、小川君も初戦はちょっと緊張したみたいですけども、はい、今の一戦でちょっと吹っ切れたみたいですね。あ、鮮やかでしたね、あの小外はね。この組手は小川君の組手ですね。はい、決まった。とにかく東京の八王子高校から明治大学に進んで現在2年なんですが、中学時代は剣道と水泳をやっていて、高校から柔道を始めたというこの小川です。現在3年ですね。そうですね。その小川、白のですね、大迫に勝ち目があるとしたら、やはり相手にがっちりつかまれないことでしょうね、はい、その小川13番をつけます。相手は大迫秋信。大迫選手も一発ですね、背負い投げに切れ味を持ってますので、まあ、そこを狙ったと思うんですけども、こういうふうにがっちりつかまれますとちょっと白の大迫選手は厳しいですね、まあ、あの本当に身長があっていわゆる懐が深いですから、もう軽々とですね、はい、左は取れますね。ご覧のように左手完全に相手の奥襟を取って自分のチャンスを伺います。内股、これは待て。この前の試合、正木の鮮やかな左からの払い腰で一本勝ち。この試合に勝てばいよいよ準決勝でこの小川正木と対決することになります。白の大迫選手にもっと攻めるようにとって教育的な指導がありました。教育的ありましたね。5段27歳天理大学から旭化成に進みました。去年3回戦で準優勝に終わった元谷に敗れております。大迫前に出る柔道の小川ですが、払い腰はダメ、待て。試合は6分間。ああ、正木がこれ勝てばね、対戦するわけですから見てますね。オリンピックへの座は一つ、重量級は一つ、無差別が廃止されました。正木か斉藤か小川か、有力な選考材料になります全日本柔道。三強の一角、小川が左側。これまでの小川の攻めどうでしょうね。そうですね、この組手は小川君十分ですね、はい、十分なんですがね。内股あるいはオーストガーで払い腰に行くんですけども、はい、内股、あまり切れ味がないんですよね。うん、あ、原コーチでしょうかね、明治のね。そうです、何か声をかけていますが、自分有利な組手にすぐはなるんですけれども、その後の技の切れでしょうか。そうしますと、そうですね、はい、ただこれだけ大きな体でですね、前に出られました、ああいうふうに先に持たれて攻められますと、はい、ちっちゃな人は技かけれないんですよね。うん、奥襟を取っています。また十分な組手になりました。相手が頭をつけてきました。そういう意味ではこの坂の側はうまく組んでると思いますね。ああ、そうですか、はい、大内、これだけの身長差があります。193センチと177センチ、体重は130キロと90キロ。まあ、全日本ならではの組み合わせということになります。背負い投げ、大技に行きました大迫。おーっという場内。いや、このくらいしかし思い切っていいでしょうね。え、まあ、これを狙ってるんですかね。ああ、そうですか。実はですね、はい、3年前に私も2回戦で大迫君と当たりまして、この背負い投げで大きく浮いたんですよね。そうでしたか。で、場内が非常にどよめいたことあるんですけど、全く同じシーンですね。ではね、そういう時の心理というのはどうですか、山下さん。振り返っていただいてヒヤッとするもんですか。うん、私自身はですね、やってる時にはですね、まあ、そんなヒヤッとしなかったんですけども。そうですか。終わってからビデオを見まして、危なかったなと思いました。改めて。そうですか。さあ、気合十分大迫、狙うは背負いか。
じー、まあ、相手を見ろが、はい、背を狙うんでもですね、相手にがっちり持たれてしまうとなかなか入れないですから、こうやって動いてながら一発狙いとかですね、相手もあの小川君に持たせないうちに、はいはい、小川はとにかく左で取って自分十分の組み手を早く作りたいところです。左の袖口から右の方の組み手はどうでしょう、まだ十分ではないようです。左の奥襟は取りました、自分の格好を作りましたが内股いきます、ダメ。残り時間がもう2分を切りました。今のところまだ両者の有効ポイントなし。そういいでしょ、あーちょっと危ない、危ない、左からの投げちょっとぐらついた小川、うん、これはちょっと山下さんヒヤッとしましたよ。そうですね、大迫が気合十分、左からちょっと背負いに行きましたがね、あれが一番大迫の得意なんですね。そうですね、ちょっとヒヤッとしました、状態がグラグラっと引っ掛けた小川。さあもう残り時間がありません、もう小川としてはもうどんどん攻めたいところ、足を狙ってきます。ちょっとまだこの小川本来の動きにあるいはないのか、前線している大迫明信五段27歳、残り1分17秒、まあ、これからの勝負ですね。そうですね、残り時間が1分ちょっと、さあ小川どう攻める、相手は90キロの大迫、小川君にがっちり持たれなければですね、大迫行けるんじゃ入れるんじゃないですかね。そうですか、はい、小川としては早くこの左の方をね、はい、早く取りたいところですね、奥襟をね、これを嫌う大迫、取ってもすぐ切られます。とにかく柔道を始めてから4年半あっという間世界の頂点へ、左からの大外刈り、これも危ないグラッといった、これはちょっと苦戦だ、小川苦戦です。前線している大迫、左の大外もちょっと効きました、やや動きがやや鈍くなった感じもあります。小川どうしても左の方の釣り手が取れません、なかなか取れない、待ての合図、残りはもう1分を切って30秒を切りました。今のところ大迫がちょっと攻め勝っている感じもありますが、あの2回グラッとしたのが今のところ大きいですね。大きいですね。さあ残り時間なくなってきました、30秒切った、もう一気に行きたいところ、右の方が残り時間20秒を切った、小川このままどうか、小川の内股ダメ、空振り、残り時間がない、大阪明信頑張る、残りは10秒、9秒だ、組ませない、組ませない、組ませない、残りは5秒、4秒、3秒、2秒、ブザーが鳴りました。判定に持ち込まれましたが、しかし大阪が盛んに左からぐらつかせましたので、この辺りのポイントはどうか、判定、心配そうな表情の小川、さあどうでしょうね、判定はね、微妙なところではあると思いますが、柔道着を垂らして、さあ判定、白2つ、敗れました小川、見事に勝ちまして大迫明信、小川まさかの敗退です。いわゆるその重欲豪を制す、はい、さあそのぐらつかせたあの背負い、これが出ましたが、常にこの大迫がですね、左の攻めを見せましたね。今の一発で小川君の動きが全く変わってきましたですね。いや、しかし山下さん、はい、番狂わせですか、大番狂わせですね、